さあ、ということでですね、えー、今日は天皇杯の、準々決勝。今日も試合があります。えー、京都さんが FC 対、えー、ジェフのね、一戦があるということで、えー、今日こちらの観戦配信を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、あのー、ACL だったりね、えー、J リーグの、 お、試合もやってますんで、その他の会場のね、あの、状況についてコメントもお、どうぞを々お待ちし,し,します。まあ、あの、なぜこの試合選んだかというと、やっぱあの、前の、説まとめのコメントの中だと、やっぱ一番この京都、千葉見てほしいって意見が多かったのっていうのが一点と、まあ、あとは、やっぱ京都最近リーグでも好調だからね。ああじゃ純粋に気になる、俺も。京都が。サイドからおお京都がいい崩しい右サイドから。 スペースが空いてるのはどこ使うか。おっと、サイド、右のトヨカー使って、スペースフリー、トヨカーシュート決まった、京都先生素晴らしい崩しの形でしたね、今。右から本当にダイレクトでポン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 パスが繋がって、もう右のね、スペースのところ二人ぐらいフリーになってたからね。トヨカーも良かったですし、そのチームとしての素晴らしい崩しでした。うん。 右の深い位置から、一人する人、もう本当に、ダイレクトね、ダイレクトで叩く。で、プラス、三人目の動きっていうところが本当にもうチームとして徹底されてる感じでしたね、今。完璧なゴールじゃないさあ、ちょっと千葉後ろからビリルドアップがうまくいかず、またここ裏を取られる浮かせた京都追加点 千葉の後半の出番はくじく追加点マルコ・トゥーリオシュートうまかったなマルコ・トゥーリオ落ち着いてたね、ゴールキーパー出てくるところ。どう触ったんだ、これ。川崎総太のパスも素晴らしかった。うまい右で触ったのか。冷静だったね、川崎総太のパスも完璧だった。ディフェンスギリギリ触れない。ちょこんと浮かせましたね、川崎総太のパスを。マルコ・トゥーリオが。いや、千葉としては、 まあ少し出足が良くなりそうかなというところにね、感じ始めてたところでのこの失点なんで、ちょっとでもなくじかれた感じはありますね、調としては。うーん。京都はとどめの3点目がなかなか入りません。ただもう2点リードだから焦る必要ないからね、決して。うん。また左サイドが空いて、ミサオ。おっとクロス 決的な3点目がままりました平戸大輝もうこれは、ちょっと試合決まったわ、さすがに。まあ、京都としてはやっと3点目取ったって感じはね。京都が試合を決定づける3点目を奪いました。優しいパスでしたね。さあ、その3点目が入った瞬間、すみません、私の体にも一つ異変が起きたようです。どうやらですね、そのゴール入った瞬間、ちょっと急に尿意を。 お、を催したという情報がすいません。今、私の脳の、脳みその方にも入ってきました。ということで、ちょっとすいません。試合が再開する前に、今ちょっとお手洗いに行くという情報が入ってきてますので、お待ちください。すいません。さあ、手元の時計で51分です。ここで試合終了いやー、もうこれは、京都がね、もうリーグ戦の勢いそのままに、 まあ、正直力の差を見せつけたなっていう試合でしたね。102以降前に終わりました。うん。まあ、さすがにこれだけであの、勢いがある京都に対して、まあ、その千葉もリーグ戦考えて、その11人ね、メンバー変更ってところだと、さすがにそこの力の差は出てしまったかなと。まあ、そういう試合でしたね。まあ、でも特に京都の1点目弾、1点目とかね、素晴らしかったと思いますよ。 まだまだこの京都の勢いは、ね、続きそうだなと思いますし、まあ、次、上位ね、で、守備も固いガンバとの対戦なんでね、まあ、どうなるのか楽しみですね。うん。まあ、藤田はよく止めたと思いますよ。まあ、いろんな選手を勝ったいや僕は、川崎、ああ、ま、難しいな。マルコ・トゥーリオ、あと川崎・ソータがよく聞いてたと思いますね。まあ、千葉はやっぱ藤田が頑張ってましたよ。 もっと視点しててもおかしくなかったと思うよ。ということでえー、この後ね、えー、FC24 の、お、動画になりますので、えー、ぜひそちらをご覧ください。そしてえー、なんと、はい、なんとなんと、えー、そして今夜、えー、なんと深夜1時から配信を行いますさあ、いよいよ、えー、なぜでしょうか。えー、深夜1時から、はい、今、1時頃からとしておきましょう。 一時頃から配信を行います。果たして何でしょうかえー、なんとですね、あの、FC25、えー、オンライ来であればね、えー、木曜の深夜、明日の深夜から、あの、アルティメットーションをプレイできるということなんですけれども、あの、EA さんのご提供でですね、えー、なんと、先行プレイ、えー、で、あの、させていただけるということなんで、 え、ちょっと一足早く、え、プレイさせていただいて、FC24 の魅力、伝えていきたいと思います。えー、ポンピートね、まあいろいろちょっと、FC25 触ってみたいと思いますんで、えー、ぜひ皆さん、えー、その FC25、一緒に、え、先行プレイ楽しんでいきましょう。えー、いや、あの、素晴ら、バッドプロモーションとかなくて、本当にね、え、最高のプロモーションしていきたいと思います。 新素 SC25 の良さを伝えていきたいと思いますんで。まあ、1時頃配信始めたいと思いますんで。えー、その時間でお会いしましょうお待ちやめる頃も発生するかもしれません。ということでまたお会いしましょう。えー、アナクラクショありがとうございます。